はい、どうも菊田です。今回の短編マインド集は鏡を見ようっていう話ですけれども、鏡ってすごくいいんですよ。だって自分映るじゃないですか、仕草とかで。まあ僕事務所は全身映る鏡あるんですけどね、そういう全身鏡とかすごくいいんですよね、全体映って。だから全体映るから、あれ腹の肉皮がかぶってきたなと思って、まあ、僕テニスのね素振りとかし始めたりとか、あれ髪型ボサってきてなんか汚らしいな、あこれ僕の話聞きたいとか、僕がこう人前に出た時に連れてた人が恥ずかしいなと思ったらダメだから、ちょっと髪切りに行こうかとか、まあ僕なんかヒゲ濃いんで、あヒゲちゃんと剃っとこうかとかね、うん、そういったことでね、また意識とかね、姿勢が変わったりとか、喋り方変わったりだとか、まあ本当に男で男性で言ったらこうスーツ着たらちょっとピリってなるじゃないですか。で女性で言ったらまあドレス着たらちょっとドレス風の歩き方になったりとか、スーツ着たらまたピシってなったりとか、ちょっと動きやすい格好になったらいつもよりこうなんていうかな、アグレッシブに広い動きができたりだとか。だから鏡を見るってことはね、基本的にその自分の状態を今知れたりとか、そもそも今度着こなしたり、いろいろこう自分のね改善点とか見つけた時にいろんな気づきがある、自分に対して。だからねいいんだよね、鏡持つと。最初はね本当にそういうの興味ねえよ、ファッションとか興味ねえよっていう方はもうね、別にね鏡はそういう面じゃなくて、鏡を見て自分をもう一回見直したり、毎日とか見直したりすると、あれちょっと気づくとこがあるぞっていうことに気づけるんで、そこからねどんどん改善できたりとかねすることが多いんで、ぜひ、鏡をよく見ない人は、鏡を今一度ちょっと見るようにしてみてはいかがでしょうか。以上菊田でした。じゃあ